シントトロイデン、または、サントロンは、ベルギーのリンブルフ州にある都市であり、また、基礎自治体である。ハッセルトやトンゲレンに近い。基礎自治体は、アールスト、ブルステム、ドゥーラス、エンゲルマンスホーフェン、ヘリンデン、ホルセム、フロートヘルメン、ハルマール、ケルコムイコールベイイコールシントトロイ。メルフェレン、オルディンゲン、ルンケレン、フェルム、ビルデレン、ゼッペレンの、 各村落を合わせて設けられた。フランク貴族の聖トルードが7世紀に建てた修道院の周囲に死は形成された。彼の死後、修道院は聖地とされ、近くの町々に富をもたらした。発展は11世紀のアデラルドゥス修道院長の時期にピークに達した。当時のメス死去の記録によると修道院には本堂の他に 聖母マリアと聖ガンガルフスの2軒の教会が建てられた。土類もこの頃を巡らされたが、1129年に縄文とボローモロとも石造りに改築された。綿工業とイングランド、シャンパーニュ、ドイツなどとの交易で栄えた。13世紀に入ると、リゲージュ市教区の主要23都市に列せられた。今の視聴者には、当時、 屋内市場が立っていた。ギルド連盟が自治を担い、市の象徴的元首である、ペロン色は、中央広場で選出された。ブルゴーニュコー・シャルルに征服された1467年から19世紀まで、町は徐々に、衰退の道を歩んだ。市の防備は1675年に解かれ、フランス支配下の18世紀末には、宗教的会合の多くが解散させられた。 1830年から空き家には教育施設や医療施設が入居するようになり、19世紀末には果物の生産で知られるようになった。ベルギーにドイツ軍が侵攻した1914年8月9日、市内でも市民20人が殺され、多数の建物が被害を受けた。戦後は復興と新興住宅地の増営が急ピッチで進められた。 第二次世界大戦中、チの飛行場は1944年まで、ドイツ空軍の有名な夜間戦闘航空団の基地に、された。夜間航空船を中心に、計1 2 1機を撃墜した、ドイツのエースパイロット、ハイムツボルフ・ガング・シュナウファーが、サントロンの幽霊へと、イギリス兵にあだなされたのはこのためである。この空港は現在でも供与されている。当を本拠地とする。 サッカークラブに新とト,トロイ VV がある。ありがとうございます。